等加速度温度の公式覚えたけどよくわかんないってそこのあなた、なぜできないか。それは大事な背景知識を教わってないから。誰も教えてくれない、教科書にもどの参考書にも載ってない。だから私が指導法を開発して伝えています。そしたらなんと目の前の高校生どんどん物理ができるようになっていった。私はですね、高校教師をやりながら物理が苦手な生徒のために動画をこうやって配信しています。ぜひ概要欄の再生リストから順に見てもらうと最速で力がつきます。そしてよかったらいいねとかね、広めてもらったら私も全国の物理嫌いなくしたいなと思ってやってるんで、嬉しいなと思います。それではまずね、等加速度温度の背景知識をやってから問題2問やって、それができた人はもう OK ね。でできるようになった人は概要欄から次の再生リストから次の動画を見てください。よろしいですか。はい、ではまずこれね、背景知識いきましょう。この知識なんだけど頭に完全インプットしてほしい。そんなの無理だよって人、一緒に今から音読していくと勝手に覚えれるからね。やっていきましょう。はい、動き、物体が動き出す方向 X 軸、みんなで言いましょう。3、はい、物体が動き出す方向、ジェスチャーつけてね。前の位置原点 O、 はい、前の位置原点 O、 OK、 後の位置 X、 後の位置 O、 いいね。もう一回、物体が動き出す方向 X 軸、舞台が動き出す方向、OK、前の位置原点 O、 前の位置原点 O、 いいね。後の位置 X、 後の位置 X、 舞台側からみんなだけで3、はい、見ないでね。舞台が動き出す方向 X、 OK、 前の位置原点 O、 後の位置 X、 OK、 覚えたね。はい、次、前の時刻0秒、はい、前の時刻0秒、後の時刻 T、 後の時刻 T、 いいね。前の速度 V0、 前の速度 V0、初速度 V0、 初速度 V0、 いいね。後の速度 V、 後の速度 V、 加速度 A、 加速度 A、 もう一回いきましょう。前の時刻0秒、前の時刻0秒、後の時刻 T、 後の時刻 T、 ジェスチャーつけながら前の速度 V0、 前の時刻 V0、 初速度 V0、 初速度 V0、 後の速度 V、 後の速度 V、 加速度 A、 加速度 A、 みんなだけで見ずに言えますか。前のから3、はい、前の時刻0秒、後の時刻 T、 時刻 T、 前の速度 V0、 初速度 V0、 後の速度 V、 加速度 OK、 言えたね。はい、じゃあ最初から最後まで通しで言う練習してください。どうぞ。できましたか、できましたか。できた人は今度これを見ながら言う練習して、画面止めて、物体が動き出す方向から OK。 はい、それが言えるようになった人は今度物体が動き出す方向 X 軸、前の位置原点後の位置 X、 前の時刻0秒、後の時刻 T、 前の速度 V0、 初速度 V0、 後の速度 V、 加速度 A を、これを言いながら何も見ない状態で書ける練習して、できた、できた人は続き見てください。そしたらこれ、はい、ちょっと書き込んじゃったんでちょっと消します。はい、この問題をやっていきます。これね、速さ 4.0m/s で、あ、まずね、背景知識を先語っておきます。問題の前に、あのね、物体が動き出す方向に X 軸を取るっていうルールがあるの。まあそうじゃなくてもいいんだけど、その方が解きやすいわけ。だからこっちに動き出したらこっちに X 軸、こっちに動き出したらこっちに X 軸、投げ上げたら上に Y 軸、自由落下させた、こうやってね、自由落下させたら動き出した方向は下向きだから下に XY 軸を取るわけ。 OK。 でだから初速度は必ず動き出した方向に初速度あるんだから正の値になるわけ。うん、 OK。 そして次に物体って F1 とかもブーンって動いていって、例えば目の前を通過した瞬間にストップウォッチカチッって押したわけだから、そのストップウォッチの時刻は0秒でしょ。そしてそこを原点 O ってするっていうのが基本的なルールなの。そうじゃないこともあるけどね、これ基本ルール。そしてそこからもう一回カチッってやった、はい、5秒後が後の時刻だよね。ストップウォッチの時刻が5秒、そしてその時に F1 のマシンが何メートルまで行ってたか。そう、このね、 X が5メートルだったら前、この間の距離が5メートルって分かるでしょ。これは座標が5なんだけど原点から進んだ距離が分かるわけ。はい、そしてその間ずっと一定の加速度で移動している、うん、ということです。だから左側が前の状態、右側が後の状態っていうこと。 OK。 じゃあそれが分かったら実際にこの問題をやっていこう。はい、そしたら最初は速さ 4.0m/s で動いてたんだ。だからこれ前の速度 V0、 初速度 V0、そして10秒後っていうのは後の時刻 T でしょ。そして後の速度が 12.0 ってことだ。
そして加速度と進んだ距離だから後の位置 x が分かれば距離が分かるよね。はい。そして先ほどもやったやつを図にこうやって書いていくわけ。何も見ずに動き出す方向 x 軸、前の位置原点を後の位置 x って書いていって、そこに書き込んでいってくれ。書き込んでいってくれて、そして求めたい文字 a と x 二重線引いてくれ。はい。それができたら今度公式を全部書いた後、求めたい文字二重線引いてくれ。そしたら1番の式は式の中に分かんない文字が1個だけだから解けるよね。2番は分からない文字2種類あるから解けない。3番も2種類で解けない。もちろん 2,3 で連立したら解けるけど、1番から A を求めてその A を2番に代入したら X 分かるよね。はい。そんな風にしてまず1番、先ほどの V とか V0 を代入して A を求めていく。それができたら今度2番に A を代入して求めていく。できた？ほら、こんな風にしてまずは問題を見て V0 とか T とか V とか置いていく。求める文字を確認する。この図を動き出す方向 X 軸で書いて、そこに書き込む。分かんない文字二重線、公式に二重線、あとはどの式を使えばいいか考えて機械的に解く。 OK。 じゃあそれができたら今度これ、さあできました？できました？最初このスピードで動いてた、だから V0、 そして加速度がマイナス 1.5 だって。そして停止したってことは後の速度 V が 0m/s でしょ。で停止するまで何秒間かって、後のそうこの時の時刻が知りたいんだよね。後の時刻が知りたい、何メートル進むかだから後の位置 x が分かればいいね。はい。図にするとこうです。求めたい文字二重線。はい。で先ほどの二重線の場所に二重線引いて、そしたら1番は t 解けるね、3番は x 解けるね。1番 t 求めて2番に代入して x 求めてもいいけど、もし t が間違ってたら2番も間違っちゃうから、1番と3番使う方が計算ミスが少ない。はい。あとは計算、こんな風にして計算して求まる。 OK。 ほらもう機械的にこれ全部解ける。慣れてきたら頭の中でイメージしながらどの式使おうっていきなり立式する練習をしてほしい。さあそれができるようになったら次の動画は投げ上げ投げ下げ自由落下とかをやっていく。これも機械的に全部できるってなるから、この1個の基本の背景知識で全部解けるようになるから OK。 全部のパターン覚える必要ないからね。楽しみにしておいてください。お疲れ様でした。